体育祭にかける熱い思いですか。団長からも聞いたけど、今日うちのクラスで先生も話してたよね。あれは衝撃だったって言ってたね。みんな直前まで絶対青組が勝つって思ってたらしいから。みんなを最高に熱くさせる。なるほど、それはわかる気がしますね。僕なら？そういえば白石君からも団長の推薦があったことは聞きましたが、なぜ僕を？ああ、実は団長、前からルイのことを知ってたらしいんだよね。僕たちの？なるほど。だから僕に声をかけてくれたのですね。そうそう、僕がルイと知り合いだって言った時もめちゃめちゃテンション上がってたしね。まあ確かに縁はあったのかも。あとは上白先輩が引き受けてくれるかどうかですけど。そうだね、そこまで言ってくれるのはありがたいですし、僕としても興味はあるのですが。この辞書ほどの厚さの紙、すべてが演出案ですか？これと同等のものがまだそんなに？いきなりこんな分厚い紙押し付けられたらびっくりするよね。僕も最初同じ反応したよ。でもそれ見せられたら、なんていうか、ちょっと印象変わっちゃったんだよね。どういうことだい？実はさ、応援団員に選ばれたのってくじ引きだったんだよね。だから最初は正直そんなに興味なかったんだけど。アンと一緒なのは良かったけど、やっぱりこういうみんなでって雰囲気ちょっと苦手だな。まあ決まっちゃったことはしょうがないけどさ。演出案ってこの辞書並みの厚さの紙全部？とりあえず読んでみようかな。なになに？青組全員の鉢巻きを集めて一つの輪を作る。なるほど、確かにありそうな演出だね。でも却下ってなってる。
テーマと合ってないか。それはあるかも。こっちのページには体育祭で使う備品のサイズが書いてある。朝礼台や旗立てるやつのポールの高さまで。もしかしてこれ団長が自分で調べて書いたのかな。ポールの高さとかわざわざ登って測って。他の演出案もこれだけの分厚さならメモ的に殴り書いてるものとかもあるんじゃないかって思ったけど、全然そんなことない。向きを振り回しながら火の中に飛び込むとか、確かに実際にやるのは難しいかもしれないけど、もしできたらすっごく盛り上がりそうだし。でもこれも火の使用は学校側の許可が下りないので却下ってなってる。もったいないな。これ僕だったら映像で。いいですか？この兵隊たちの立ち回りのところなんですけど、もしかしたらダンスのステップを取り入れればもっとかっこよくできるんじゃないかなって。私もこの前イベントで見ただけなので詳しく話せないんですけど、今日の夜調べておきます。きっとこの演出に合うと思うので。アン、アンも応援団頑張ろうって思ってるんだ。まあそうだよね。僕はそうだな、この火を使う演出のところ没案になってるけど、もったいないと思っちゃったかも。確かに火は難しいかもしれないけど、それなら映像で見せればいいんじゃないかなって。その方が変化もつけられるし。なんて、団長が考えてダメだと思ったなら違う方法でやった方がいいよね。でも僕のは思いつきだよ。そんな簡単に採用していいの？いいものを作れる。方向性はちょっと違うけど、僕たちが音楽作るのと似てるとこあるのかも。僕も動画のレベル上げるために表現の勉強したいなって思ってたし、それなら。って感じで協力してあげてもいいかなって思っちゃったんだよね。なるほど。水木を積極的にさせたのはこの膨大な演出案だったんだね。でも、うん、わかる気がするよ。正直個々の完成度は高いとは言えない。統一性もないし、まとめられなかったと言っていたのもうなずけるけれど、一つのテーマでこれほどの案を出すのはプロの演出家でさえなかなかできることじゃない。きっとこの熱量を生んでいるのは。応援が人に与える力か。最初に話を聞いた時にも思ったけれど、それは僕の夢。ショーでみんなに笑顔を与えたいという思いにも似ている。それならやる意味はあるだろうね。それってもしかして。
この話お受けします。団長のご希望通り、みんなに力を与えられる演出をつけられるよう尽力しましょう。やったー、これで最高の応援合戦になること間違いなしだよ。よかったですね団長。さて、そうと決まれば早速明日から準備に入りましょう。それと瑞希には本番に向けて頼みたいことがあるんだけど、いいかな？え、僕に？